皆さんこんばんは。アラフォー YouTuber の水野優香です。今夜の水野優香チャンネルは、働く30代から40代の大人女性やママ向け1週間のコーディネートを紹介していこうと思います。今回私が着るお洋服は全てオフィスファッション通販サイトルルモール、このサイトで購入できるアイテムで、今回ご紹介する中で一番安い商品はなんと1540円です。すごい。家計にめっちゃ優しいプリティプライスの新作アイテムな上に、この動画を見てくれた視聴者様にお得なクーポンコードも発行してもらっているので、最後まで見てもらえるととっても嬉しいです。では1週間コーデスタート。まず最初に私のスタイル情報です。身長157センチの日本人平均身長、プロ診断で骨格はストレートタイプ、体重は非公開ですが50キロ超え、丸い顔面、ムチムチの二の腕、ぽっこりお腹が気になる中肉中背の43歳、2児のワーママでございます。週末を終えた月曜日は鮮やかグリーンが映えるラナンの美脚シルエットタックパンツで気合注入。このボトムス、なんと2990円という超破格なお値段なのに、サイズ展開が S から7L という旧サイズ展開で、どんな体型の人にも着れる最強テーパードパンツ。カラバリも淡い色からはっきり色、ベーシックまで全部あります。しかも股下の61センチと65センチで選べるので、低身長さんにも嬉しいよね。私は春夏はちょっと足首が出る丈が好きなので、61センチのブライトグリーンを選びました。フロントは平らになっていて、両サイドにポケット、後ろポケットはフェイクです。後ろのウエスト部分はゴム仕様になっていて着脱楽ちん。さらっとした生地は春夏におすすめです。裏地はついてないけれど、私のブライトグリーンは透け気になりませんでした。かなりノンストレスで履けるので、オフィスからデイリーまでマジ使えるので、色違いで集めたい一品です。トップスはオフィスで映えるジーラのドット柄のスキッパーブラウス。なんとこのブラウス、お値段が1540円でびっくらこきました。実はこの商品も袖が選べる商品で、フレンチスリーブ、半袖、七分袖の3タイプあります。私はこれから夏に向かって使えて、二の腕のムチコを隠せるフレアな半袖をチョイス。カラバリと柄も多様にバリエが多すぎるので、概要欄のリンクからじっくりチェックしてください。このブラウス、襟はタック入りのスキッパータイプになっていて、骨格ストレートの私はこの開き具合、首元すっきり見えるので大好物。かなりサラサラの薄手になった生地なのに、ブラック系ドット柄はインナーに白キャミを着ていても透けないんです。これね、真夏でも着れる優秀アイテムです。そのまま着ても可愛いけれど、私はウエストインして働くワーママの疲れを感じさせない華やかな通勤服にコーディネートしました。どうでしょうか。火曜日は着替えと着痩せ効果が確実、セットアップコーデです。ラナンのチレットテーパードのセットアップは一つ持っているとめちゃくちゃ便利。ベーシック3色カラーの中から王道のブラックをゲットしました。サイズは M、L、LL、3L と4サイズ展開。スーツ生地のようにしっかりした素材なので、オフィスから学校行事、オケージョンまで万能に使えるアイテムです。パンツは前にタックが入っていて、両サイドにポケット、後ろはゴム仕様になっていてバックポケットはありません。ジレの方は襟なし、ボタンなしのシンプルなノーカラータイプで、フックが1つついています。身長157センチの私が着て、膝上くらいの丈感で、
着た時のシルエットがすっごく可愛い。サイトで着丈の長さをチェックして、ご自身の体だとどのくらいになるのか調べてみてね。中に着たのは綺麗めな雰囲気のジーラの綿コン素材タックスリーブ T シャツです。オフホワイト、ブラック、ピンクの3色展開で、サイズは M、L、LL があります。程よいボリュームの立体的なスリーブがめっちゃ好み。袖には金ボタンがこんな感じで3つついています。綿コン素材だから洗濯機で洗えるし、 T シャツ感覚で着れるってママに嬉しい。白キャミを中に着ているのですが、ほんのり透けるぐらいで私は許容範囲でした。無難にまとまりがちなモノトーンコーデはバッグやシューズでパンチを効かせてこなれた雰囲気にまとめました。今日はリモートワークの日、急なズームでの会議でも対応できるワンピーススタイルがこちら。まずはトップス、ジーラのリーツシフォンブラウスです。シフォンの透け感がめっちゃ可愛いです。このレディーライクなキャンディースリーブ、襟のフリル、繊細なプリーツで、これ1枚で決まる主役級トップス。私はアイボリーを選んだんだけど、裏地がついてるのでほんのり透けるけど許容範囲だなって個人的に感じました。後ろリボンのバックスタイルもとっても可愛いので、髪をまとめるとより可愛さがアップします。シフォントップスに合わせたのはキューティアランドの V ネックフレアツイルワンピースです。グレージュ、ブラック、ベージュ、ネイビーの4色展開で、私はベージュを選びました。チノパンに使われているような硬さのあるツイル素材で、 A ラインのシルエットがしっかりキープ。背中のジッパーで着脱できるのでタイトでも大丈夫です。淡色コーデは上品さもあるし、落ち着いた女性らしさも出て、優しいママの雰囲気になるので、仕事からプライベートのシーンまで重宝します。そろそろ疲れがたまる木曜日、おしゃれの思考停止も OK な黒テーパードパンツの出番。実はこのパンツ、火曜日のセットアップのパンツです。トップスはアロッタのフリル袖 T シャツブラウス、お値段は破格の1595円。私は甘さ控えめなモカブラウン M を選びましたが、カラバリ11色展開、サイズも S から5L まで豊富に揃っているので、どんな体型の人にも着こなせそうな商品です。このトップス、夏に嬉しい接触冷感、吸水速乾、 UV カット、抗菌防臭、保湿加工の高機能トップスです。程よい厚みがあるジョーゼット素材は着心地も良くて洗濯機 OK。 斜めのフリル袖や緩やかな V ネックでフェミニンなトップスになります。ブラウン×ブラックは大人のきちんとした雰囲気になる組み合わせ。私は大振りのピアスでちょっと遊びを聞かせていますが、固い仕事でも洋服はヘビロテ間違いなしです。会食ランチがある金曜日、今っぽいモードな雰囲気が出せるジーラのフクレジャガードテクスチャーブラウスのアイボリー M と、月曜日に着用したグリーンテーパードパンツを合わせました。このポコポコっとした立体感のあるフクレジャガード生地は今っぽい旬アイテム。ウエストをインしなくても着こなせる丈、お腹ぽっこりが気になるアラフォーはめっちゃありがたい感じです。このお袖もね、普通の半袖よりちょい長めで着痩せして見えるの。ちょっとインナーの白キャミ透けますが、その透け感すらおしゃれに見えるからいいですね。このモードなトップスにはゴールドの Y 字チェーンネックレスやピアスでアクセントをつけてメリハリ出しちゃいました。このコーデは会食やママ会、ちょっとしたおしゃれなところにショッピングへ行くときなど、そんな時に着こなしたいコーデです。やってきました、週末。今日は黙ってた洗濯物をガンガン洗いつつ、子供たちとも公園で思いっきり遊びに行きたい、そんなコーディネートを組んでみました。
やっぱりママコーデは T シャツが制服。ジーラで売ってるチャンピオンのカレッジロゴ T シャツ、可愛すぎる。綿 100%、 汗をかいても洗濯機でジャブジャブ洗えるやつです。私はブラックカレッジ L サイズをオーダーしたんだけど、意外とコンパクトサイズでした。やっぱりチャンピオンなので、プリントも生地も安っぽくない。なのに3300円でした。合わせたボトムスはジーラのセンターピックタックイージーストレートパンツオレンジ M。 身長157センチの私が履いて、かかとスレスレ丈。私は色が欲しくてオレンジを選んだけれど、モカベージュ、ブラックのベーシックカラーもあるよ。見て見て、こんなに伸び伸び。届いた瞬間、あまりの落差に、こりゃ家着で欲しいわとつぶやいてしまいました。サラサラ生地なんだけど、センターピンタックがあって、足長効果もありつつ、ワイドパンツなので締め付けない落差。真夏にデニムって履きたくないけれど、これは履けます。このね、オレンジはね、赤とオレンジの中間みたいな色です。 B さん、スマホバッグで両手を開けて公園やピクニックに出かけたりしたい、そんなコーディネートにしました。日曜日は子供とも遊びたいけど買い出しにも行きたい、そんな日。カジュアルで動きやすいけれど街にも出れるコーデが鉄板。ロゴ T 大好きな私は、またジーナのチャンピオンロゴ T シャツをチョイス。オフホワイトの生地にピンクロゴが可愛い M サイズ T シャツを選びました。ボトムスはレビューが高評価だったアンドミーのテーパードパンツのオフホワイト M サイズ。カラバリは16色もあって、私が選んだオフホワイトとエクルベージュだけ裏地がついてるそうです。でもやっぱり白パンツは透けが気になるから、肌色のショーツは必須ですね。でもこのパンツは紐付きのウエストゴム仕様で、紐先にゴールド金具がついているので、そこがポイント高いなと思いました。後ろはフェイクポケットですが、サイドポケットもあります。火曜日に着たセットアップのジレを羽織って縦長シルエットにまとめて、厚底スニーカーを履いた休日お出かけコーデの完成です。はい、ということで1週間コーデ終わってしまいました。いかがだったでしょうか。コーディネートで着ているお洋服は概要欄に洋服のリンクと期間限定でお得に買えちゃうクーポンコードを発行しているので、気になった方はぜひ概要欄を見てください。では今日も最後まで視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。